右側はケーキ屋さん。いいね、めっちゃ浮かれた帽子かぶっとるやん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速イメミの館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロンイメミの館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は町と森がある水の都メロディーズ村に行ってみたいと思います。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。水の都、めっちゃいいね。なんかこの季節ちょっと寒いかもしれんけどでもおしゃれな感じがする。はい、それじゃあメロディーズ村に出発。はい、メロディーズ村に到着。なんかちょっと思ったより都会っぽい感じやったどんなん想像しとったんって感じだけど、なんか名前的にもうちょっとメルヘンな感じなんかなと。夢の世界へようこそ。あなたは今メロディーズという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のメロディーズの世界をご堪能遊ばせ。さあ、ということでこんな感じ。なるほど、周りをやっぱり水で囲まれてる感じなのね。お、いいね、絵画が飾られてるよ。フラワーロード。あ、なるほど、ここがフラワーロード？あ、めっちゃいいやん。そういう感じね。あの、愛媛にもね、なんかそういう、なんていうんやっけ、なんかそういう感じのがあった気がしたんよねあった気がしたんよね。めっちゃふわっとしてるけど。あ、待って、見落としていくところだった。危ない危ない。二通りあるんかな。あ、でも一応ん？あれですか、上の服はない感じ。下のセット、アーガイルハイソックス、グレータイツ、まあ、とりあえずこっちで行きましょうか。これ中身何やろ。宝箱のこの辺にあったりせんよねせんよね。よかったよかった。はい、ってことでお着替え。あ、なんかメガホンか。なるほどなるほど。もしかして歩いて行きよったらちょっと服があるとかそういう。ん？ツイッターやってます、お話ししたいですらしいですつぶやいてます。ぜひぜひフォローしてくださいましね、村長さんの。多分私が動画上げた時とかに村長さんもツイッターでね反応してくれたりとかすると思うんで、ぜひぜひみんな見に行ってくださいまし。あ、この辺のはマイデザの花が。ん？誰かおる？え？あ、びっくりした、おるビオラちゃん、村メロ何かわかるかな。このビオラちゃんは楽天志向だが、やると決めたことには燃えるタイプ。村長にとって優しいお姉さん的ポジション。ビオラ邸はそれぞれやりたいことに自宅を使っているプレイヤー4人でシェアしている。ちょっとチェロさんが気になる。チェロさんっていう人がね、後からまた出てくるんやけど。そういう感じです。そう、村メロが何か、まあ、みんなが知っとる、知っているであろう有名な曲らしいんだけど、ちょっと待って。村メロ何やろ。着いた時音楽どんなんやった？全然聞けてない。全く聞けてない。あれ？ビオラ邸は行って、あっちか。あっち側がビオラ邸ですか？じゃあ向かいますね。そんな木の陰に隠れちゃって。はい、ってことでここね、お邪魔します。いいね、いいね。楽天志向だが、やると決めたことには燃える。熱い熱いビオラちゃん。ここは4人のシェアハウスということやけんね。シェアハウスってすごい憧れるんよね、なんとなく。なんとなく。いや、小学生の頃から実はちょっと憧れたんよね。私、将来はきっと友達と一緒に住むんだ、とか思いよって。
結婚する気ないんかいみたいなね。ほい、こう、あ、これは何柄？ハート？いちごかな？いちごなのか。え、違う。ハートに、え、違う。バラ？花か。あ、なるほど。なんか最初ちょっと、ハートに矢が刺さったのかと思ったけど、違うね。なんか、何かしら小さな花だね。犬の餌？ちょっと、飼い主の方を気にしつつ、えらいね、待ってるの？待て状態なんかな、もしかして今。そしてこっちで、まあ、主人はね、お料理中と。おしゃれな家だな。やっぱこういう家具をさ、何かしら統一するのっていいよね。私、小学生の頃、もう今は全然すっごい何もかもバラバラなんやけど、小学生の頃って何かとこうキャラクターものでまとめたがって、パジャマもそうやし、なんか布団、ベッドカバーとか、あと布団もそうやし、毛布とか、あと枕とか、全部、その寝る一式、全部ひよこやった。いやなんかめっちゃ好きやったんよね。可愛くって可愛くって。はい、そして、奥の部屋へ。お、奥はなんか、なんか好きかも。いや、さっきの部屋もすごいおしゃれやったんやけど、なんかいい、てかこの適度なごちゃごちゃ具合でも別に散らかっとるわけじゃないっていう、生活感を感じる。あ、テレビの上はちょっと散らかってるのね。なるほど、なるほど。何かしらね、こういう音があってほしいよね。やっぱ本当にシーンとした部屋って私苦手やけん。あ、でも、ああいう音はちょっとあれかな。何かしらの機械音みたいな。まあ、例えばちょっと、パソコンが動きよる、ブーンっていう音やったりとか。そういうのでいいけん。何か音がしといてほしいっていう。じゃないとちょっと落ち着かんよね。え、何あれ？何あの地図？クジラ型やん。え、あんなのあったっけ？リメイク？とかそういう感じ？え、なんかさ、ああいう感じの、あるけどさ、なんか、ゼルダの伝説みたいな、リンクみたいなの落ちてなかった？別のやつかな？はい、そして、右側の部屋へ。お、右側はなんか男の子の部屋って感じやね。まあ、さっきのはちょっと中性的というか、男の子でも女の子でもいけそうな感じの部屋やったけど、ここは多分男の子の部屋なんじゃないかなっていう。え、いいね。え、この部屋も好きかも、普通に。普通に好きかも。いいやん、いいやん。でもなんか、服装渋くね。服装渋くない？これなんか、ちゃんちゃんこ、反転？そんな感じやし、こっち師匠の服やん。どうした？服装個性的やな。いや、いいと思う。いいと思うけどね。なるほど。あ、でも向こうにちゃんとした服が。向こうにちゃんとした服、こっちもまあ一応、ね、ジャケット。ちゃんとした服もありつつ、なにこれ好きなんかな？でも私もこういうの見るのすごい好きなんやけど、小さい頃からさ、なんかこう、おもちゃコーナーとかで、汽車とか車とか走らせるのすごい好きやった。今もあるよね、そういうコーナーなんか。走らせてみようみたいな。はい、そして、上の階へ。うわ、乙女。めっちゃ乙女なんだけど。やばいやばいやばい。てか何？さっきの男の子の部屋もそうやったけど、テニスが好きなのね。もしかして一緒にやりよんかな？ダブルスみたいな。キザな。キザな誉れ。でもキザ系の馬好きな子、結構多いよね。好きな言葉は、美しさを得たければ傷を受けよ。なんか、深い、深いのか？すっごいなんか、あ、やっぱり服装とかもそういう感じか。フリフリな服とか着てそうな感じやもんね。ほらほらほら、こっち側とかも。あ、いいね、いいね。いいね、いいね。私これぐらいの好きかな。
このちょっと白いニットかなんかわからんけど、それにちょっとピンクのスカート。あ、でもちょっとピンクが濃いめかな、あれ。もうちょっと薄くてもいいかもしれない。え、かわいい。絶対かわいい女の子が暮らしよるよね、ここでは。はい、そして地下へ。あ、地下はガレージかな？あ、なんか、洗濯とお風呂もある。なんかちょっと離れなんかな？もしかして。なんかね、こういう、あ、びっくりした。こういうね、まあ、花を育てたりだとか、自転車止めてあったりだとか、そういうスペースを乗り越えてお風呂があるみたいな。まあなんかお風呂だけ離れにある人とかも、あるやろうし。なるほど。あ、トイレもここや。そういう感じか。ほうほうほう。あ、これか、もしかしてさっきの服。ニットじゃないね。ちょっとなんか、なんて言うん？なんて言うんやっけ、こういうの。私ちょっとね、おしゃれ用語わからんすぎて。なんて言うのかがわからない。ダウンジャケット？ダウンじゃないかな。でもなんかそんな感じよね。もこもこした感じ、ちょっと。はい、そして、2軒目。あ、ここかな、2軒目。お、これは、ピアノズリゾート。ピアノ。ここの住人さんは一体、どちらにいらっしゃるでしょうか？あ、いないな。お、いないぞ。ということは、中かな？お邪魔します。どうも、あ、おった。ピアノちゃん。あら、お客様かしら。どうも。このピアノちゃんは、由緒正しい家系のお嬢様と。生活に不便はなかったが、息苦しさを感じたので、メロディーズ村へ。現在はリゾートのオーナーやデザイナーとして村のために奔走中。すごいね、お嬢様から、そういう経営者側に回るっていうのは、素晴らしいことやと思う。え、この人たちは従業員さんですか？いいね。で、最近はとある小説にもゲスト出演しているとか。とある小説。なんだ、気になるぞ。気になるぞ。はい、それじゃ左の部屋へ。お、こっち側は、海の家的な感じ？あ、これかわいい。これピアノやん。これ、柄というか模様？ピアノやん。かわいい。いいね。あ、これは、浴衣みたいな感じかな。最近の浴衣なんかね、めっちゃ着やすいし、まあ、着付けっていう着付けがない、なんか普通の服みたいな感じのやつとかあるもんね、浴衣。でも私はなんかきっちり着付けて浴衣を着たい。なぁ、もう十何年ぶりとかぐらいに。え、やっぱさ、夏祭りとか花火とかさ、浴衣で行きたくない？普段着で行きよるけどさ、いつも。なんかこうね、非日常みたいな感じにしたいよね。はい、そして、奥の部屋へ。え？なるほど、ここのリゾートを、ここで結婚式も挙げることができると。いいやん。めっちゃいいやん。今、指輪交換のシーンかな。憧れる。最近ね、お金をかけない結婚式というのも流行っているけれど、まあ、一生に一度でありたい。一生に一度のことであろうから、盛大にやりたいっていうのはあるよね。まあ、でもそこにお金かけずに、結婚してからの生活のことを考えた方が、とか現実的な。そういう人が増えてきたんやろうけどね。はい、そして、あ、なに？ちょ、私が次そっち行くのを察して、当選簿したね。はい、それじゃあ2階の部屋へ。お、2階は、ここは泊まる部屋ってことかな？え、すごい。
え、なんかプレゼントめっちゃいっぱいあるんだけど、何これ？あ、誕生日？誕生日祝いってこと？あ、なるほど、なるほど。え、すごいね。リゾート地で結婚式あげたり、誕生日パーティー開いたりとか。まあ、やっぱりそういう特別なイベントの日って、特別な場所に行きたくなったりとかするんかな？まあ、私普通に、家で誕生日お祝いとかそんな感じやけど。お、開けてくれたね。ってことでちょっと。ここなんなんやろ？エステとかそういう感じ？はい、ここは、あ、やっぱりそういう感じやね。アロママッサージみたいな。え、私こういうのさ、受けたことないんやけどさ、知り合いに整体師の人がおるんよね。そう、なんか整体師の人がおって、なんかちょっと、なんか手首だとか、腕だとか、なんか触っただけで、なんかその人の性格とかは大体わかるみたいな。なんか今まで、なんかもう5、6000人ぐらいの人とかは、なんかこういうのね、マッサージとかやってきて、話聞いたりとか、なんかカウンセラーみたいな感じも兼ねとるらしくって、なんかそういうのもやったりするけん、なんか心理学方面にも強くなるし、そういうのすごいわかるって言った。なんか興味はあるんやけどね、行ったことない。行ったことないんよね、こういうの。楽しそうよね。楽しそう。よし、私話すよりも寝てしまいそうやけど。どうも、お店の方ですかね。ほんといろんな事業経営しとってすごいな、ピアノちゃん。ほい、それじゃあ、地下。地下へ。お、え？地下には潜水艦が。なにこれ、マイ潜水艦みたいな感じ？ やっぱほら、由緒正しい家系のお嬢様だから、マイ潜水艦みたいな、なんかこれを持っとって、ちょ、なんかね、海の冒険に出かけたりとか、するんかな。だからそういうところちょっとお嬢様発揮してきたね。はい、そして3軒目。3軒目、4軒目はあっち側にあるよね。橋の向こう側へ。あ、ここ繋がっとんかな。あ、こっちじゃない。こっちじゃない。あ、何気にこの辺も道あるのね、ちゃんと。ほいほいほい。お。あ、こっちから先に行こうかな。あ、この辺なんか結構、黄色い花が多いね。どうも。この子がさっき言ってた、このビオラちゃんが気になってる、チェロさんね。魔法のメロディー、きっとどこかに。魔法のメロディー、どうした？なんか、ちょっと気が系？まあね、頭に花とかつけちゃってるから。バッキン、花を大切に、詳しくはさとこに。さとこさんは、この村の村長さんやけんね。花を散らすな、取るな。ね、こんだけ綺麗に植えとるもんね。はい、お邪魔します。あ、で、さっきの、チェロさんは、ピアノの弟。さっきのピアノちゃんの弟で、メロディーズ村でのビジネスチャンスに目をつけてやってきたらしいです。で、昔、ビオラの親にチェロを教わったので、ビオラと仲良し。あ、それで小さい頃からビオラちゃんはチェロくんのことが好きということだね。で、村に引っ越してきてから大人びた彼女に片思いを。ってことは、お互い両片思いってことや。メロディーズ村のサンタはこの男。サンタ。え、でもさ、一番、めっちゃ思うけど、両片思いって多分一番楽しいんやと思う。そう、完璧なる、本当に片方だけの片思いやったらあれやけど、両片思いって多分一番楽しいと思う。いいね。いや、応援するよ、私。ビオラちゃんとチェロくん応援するわ。そう、家族ぐるみで仲いいなとかめっちゃいいやん。はい、それじゃ左の部屋へ。お！ま、やっぱ、サントさんだから？ サントさんだから？プレゼントめっちゃ用意してるじゃないっすか。いいね、いいね。ま、てか、住人、ね、男の人が、チェロ君しかいないから、ま、必然的にサントさんはここということになるんかな？ サンタの役目を任されるのは。じゃ、こっちはセブンイレブン？オープンしたばっかりだし。あ、イートインスペースがあるわ。イートインスペースがあるわ。イートインスペースあるとことないとこがあってさ、大抵の場所は最近あるけど、
なくってもさ、結構なんかゴミ箱の上で食べてったりとかする人おるよね。じゃ、そこまでしてその場で食べたいですかみたいな。ちょっとびっくりするんやけど。最近ね、このコーヒーマシンで、レジのところで頼んだサイズと違うサイズのやつをカップに入れて持って帰るより人がおって捕まったみたいなのがあったけん、みんなも気をつけてね。まあ、間違えるのはしょうがないけんね。言えばいいと思う。コンビニ。コンビニはね、日常的にいるからね。やっぱなんか、ああ、すごい、こんな感じ、こんな感じってなるよね。なるほど、チェル君は、あれかな？このコンビニのオーナーでもあるってことかな？はい、そして右側の部屋へ。お、右側は、ケーキ屋さん？いいね。めっちゃ浮かれた帽子かぶっとるやん。もう誰かがね、この誕生日祝い、誕生日用のケーキ専門店とかならあれやけどね。普通にケーキ買いに来た人からしたらなんだその帽子ってなりそうやけど。いやでもいいと思う。でもお店側でこういうね、ちょっと振り切った感じの格好させられたりとかっていうの、抵抗ある人はあるもんね。最初からこれが制服ですって言われたら、まあ、そこを受けに行ったその人が悪いけど、把握してなかったその人がね。イベントの時にこういうの、はい、かぶってって渡されるのめっちゃ嫌。めっちゃ嫌。まあ、嫌々ながらもかぶりますけどね。サンタとかなりますけどね。はい、そして、2階へ。お、ここは、薬？薬を受け取るところかな。なんか、多分薬を受け取るだけのところやろ。あの処方箋、病院からの処方箋持ってきたら薬渡してくれますみたいな、そういうのやったことないけんちょっとよくわからんけど。病院で薬出してもらったことあるけど、こういうところに処方箋持ってきたりとかそういうのしたことないよね私。はい、そして地下へ。びっくりした、墓地かと思った一瞬。めっちゃ普通にそうかと思った。あ、なるほど。え、すごいすごいすごい。楽器の演奏とかやってくれるわけね。なんかこのセットの中でドラムちょっと異色な感じがするけど。すごいなんか融合してるの。ロックな感じとオーケストラな感じ。まあね、名前がチェロくんなぐらいやけんね。どっちがチェロなんやろ。どっちかがチェロでどっちかがビオラなんかな。わからない。小さい方がチェロ？ああ、わからない。楽器とか詳しくなくってわからない。音楽の授業は好きやったんやけどね。全員こう音楽に関係する名前よね。ここの人たち。メロディーズ村やし。はい、そして、ちょ、向こう側にもね、看板があったんよね。ホテルローズ。いいね。ホテルローズ。ホテルの経営をしてるということか、村長さん。さとこさん、メロディーズ村へようこそ。どうもどうも。お邪魔しますね。で、まあ、ここの村長さん、まあ、さとこさんさっきのね、学生らしいけど村長やってていいのか。学生で村長ってすごくない？やばいね。え、親は？で、独特な世界観でよく友達を驚かせている。エレクトーンプレイヤーであり、倹約家である。昔は遠くにある兄の村に住んでいたらしい。ということです。え、だってさ、学生で村長さんしよって、しかもホテル経営しようやろ。やばくない？どんだけ有能なん？最近そりゃね、現役高校生の社長とか、そういうのおったりとかするけど、やばいな。やばいな。え、これは何してるの？仕事？これホテルの受付ってことかな？ホテルの受付で、この人が、なんか高級な車に乗ってホテルへやってきたってことかな。後ろにいる埴輪はお好きなものですか？ね、そういう感じかな。ここは何？トイレ？非常口っぽいけど。え？え？出てきた！出てきたよ！え、ちょっと待って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 。え？出てきた？何？見る方向？え？どういうこと？どういうこと？どういうこと？
も世の中いないけど。あ、そういうことか。私、回転させとったんやね。回転させとったんやね。あ、こういう、普通にこういう方向で見よった。あ、びっくりした。ワープしたかと思ったよ。普通にここ入り口やと思った。あ、なるほどね。なるほど、こういう方向か。あー、なるほどね。はい、それじゃ左の部屋へ。焦るー。はい、左の部屋は、ちょ、上品げな。あれか、あんだけのお金持ちが泊まりに来るようなホテルってことやんね。え、そんなホテルを経営してる学生さん、素晴らしくないっすか？素晴らしすぎませんか？やばいな。いいね、いいね、いいね。お風呂もなんか、綺麗な感じだし。はい、そして、奥の部屋へ。王冠とかつけとるよ。そして奥の部屋は、あ、さっきよりかはちょっとシンプル。さっきの部屋よりは、ちょっと一般向けな感じなんかな。ほら、子供用のおもちゃとかもね、あるし。起き上がりこぼし。そしてさっきの部屋よりも、あれかな？ベッドが多いんかな？家族連れとかでやってくる感じ？ま、ここも、シンプルで綺麗な感じではあるし、なんか汚しそう、白い剣。はい、そして右側の部屋へ。右側よね、これ。出口じゃないよね。お、右側。なんかそれぞれちゃんとなんかいろいろ違うんやね。あ、ここはなんかフルーツ盛りとかいろいろ置かれてる。どの部屋が一番泊まりやすそうな感じする？私的には、どこもなんかちょっとね、なんかすごい綺麗な、上品な感じはするけど、え、どうなんやろう。置いとるもの的にはここが一番一般的なんかな。でもさっきの白い部屋？白と水色？まあ、あの部屋の方が泊まりやすいんかなっていう感じもする。でも入り口が超高級やけんね。高級感醸し出しとるけんね。はい、そして2階へ。もう2階。あ、なるほど、ここは、あれか。なんか共通スペース、共有スペースで、みんなが遊ぶ場所？ちょっと大人の社交場的な。なるほど。キラッキラやもんね。まあ、ここでちょっと、コーヒーを飲みつつ、ビリヤードを楽しんだり。あ、ゲームもできるんやね。あー、キンバラとかあるし、何？ちょっと掛け事とかやっちゃってます？そういう感じな気がするぞ。はい、そして地下へ。あ、地下はレストラン。ホテルのレストランや。え、すごい。その人案内の人かな。何名様ですか？みたいな。いいなぁ。そう、ホテルの料理ってなんか美味しいよね。結構なんかこう、年末年始とかに行く、まあ、旅行先でのホテル。は結構ね、バイキングとかがついてるホテルを選ぶことが多いんやけど、ね、楽しい。そう、メニューとかがあるところよりも、やっぱ自分が好きなものとかを選んで食べていけるっていうのがすごい好きなんよね。ここもなんか、多分サラダバイキングかな？が置いてあったり、この辺も、そうなんかな？取っていけたりとかしそうな感じやね。サラダバイキングは最近普通のなんか、ファミレスとかでも結構ある気がする。はい、そして。さあ、そして、まあみんなが知っているであろう、ムラメロが気になるんだけど、気になるんだけど、じゃ、住人さんと話してムラメロを聞きたい。めっちゃ聞きたい。この辺の綺麗な感じの場所いいね。あ、めっちゃいいやん。ほらほらほら、良くないっすか、こういうところ。好き、こういうの。あ、この辺いいね。なんかこういう公共事業がいっぱいあるところ。うん、うん、うん。住人さんいらっしゃらない。誰も歩いてないの？ちょっと。あ、ちょっと和風な感じもあるんやね。ムラメロが聞きたいです。この辺の家の中おるかな？お邪魔します。
どうも、かもみちゃん。これはあれか。これはかもみちゃんの声か。でもわからんかった。かもみちゃんの声は声なんだけど。わかりづらいな。もうちょっとなんか、かわいい声の子は。かもみちゃんあんな声やったっけ？ちょっといまいちわからんけど。ここは誰だ？どうも。わかんないんだけど。全然わかんない。なんなんやろ？わかった人おる？ムラメロ。まあ誰か、ね、わかった人がいたら、コメント欄に書いてくださいまし。まああとは、この村長さんのツイッターの方で、リプで、ムラメロ何とかですよね？みたいな感じで言ったら、正解かどうか言ってくれるらしいので、ぜひぜひ、一応本人にね、言ってみてくださいまし。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。最初にね、もっと注意深く聞いとけばよかったな。到着した時に。